こんにちは、ロンパクチャンネルですとハクです。エンゼルフォレストの白川に行ってきました。福島の超下の方、ホテルというよりも複合リゾートエリアって感じだよね、感じで口コミが良かったのとお値段が安かったっていうので選びました。ご覧ください。今日のお宿はエンゼルフォレスト那須白川。すごい。こういうゲージか。そういうことか。このから。ママ距離ある。かわいいお部屋だね。お風呂ある。お風呂結構広いね。洗面。おトイレ。おじさんは一人でお風呂に行きます。今日この辺に寝ようかな。ね、ここの辺に一緒に寝よう。今日はね、謎にベッドが4台。この部屋しか空いてなかったので。何にもないよ。ないよ。テレビ、冷蔵庫、お茶。結構いろいろアメニティが。すんごい分厚いものくれたと思ったら。この辺に泊まってる。ドームコテージ。ドッグフリーグランピング。めっちゃいい。ドッグランとお散歩道と、こっちもドッグラン。小川の流れるドッグラン。ハクちゃん好きそうだね。ドームコテージは駐車場がないから、ここに泊めに行ってます。屋内ドッグランか。広い。お風呂に行ってきました。水着着て入る温泉はもう誰もいなかった通り入ってきました。プールみたいなの？外の温泉。え、じゃあ混浴できるってこと？あ、そういうこと。だから水着なんだ。で、その手前に普通にプールが、パパ普通に泳げるから2往復ぐらい泳いできて、その後普通の露天風呂、そこも4人ぐらいかな。スーパー銭湯。でも温泉だもんね。アトリ温泉。また明日の朝に。その前に売店に行って。何買ってきたん？普通に108円。108円。これ160円とか。東北限定で、これ150、カクテルパー、これ150、150円。食事に行きます。ゴーゴーゴー。暗いね。あそこ暗いね。バクちゃんバイキングだって。こんなのもある。すごい。これ使っていいやつ。ハクちゃん、おいしいね。お野菜好きだもんね、ハクちゃんね。うん、おいしいね。美味しいね。あはは、めっちゃいい。
だね。ちょっと休憩。なんかご当地っぽいのがいろいろあるんだから。予想通りの美味しさ、ね、ありきたりのがない。ポテトフライぐらい。そう、いただきます。福島県ってね、牛肉美味しいんだよ。これも美味しい。この豚汁すごい美味しい。名物はこれです。パイ、エビ、イカ、サーモン、マグロ。美味しいのおかわり。デザート。美味しいね。おー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 、あっという間。ごちそうさま。いただきました。和皿の山がこの美味しさを元が立っております。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。綺麗だね。あ、ちょっと降ってる。これは明日ドッグランちょっと怪しくなってきたな。見て、これもお値段でお安いです。7000いくらだよね、1人。朝食もつくから、ね。楽しかったな、福ちゃん。楽しかった？なんと、冷蔵庫ではございませんでした。冷やすものではありません。冷たいものもだんだんと温めます。医薬品等はお入れにならないでください。生鮮食品は入れないでください。買ってきた飲み物が徐々にぬるくなってました。ポレーコですね。ご飯おいしかった？デザートも食べたね、ご飯ね。出てた？疲れちゃったから。赤ちゃんもリラックスだね。ね。僕はベッドで寝ます。おやすみなさーい。かわいい。キョトン。おはようございます。おはようございます。2日目の朝で赤ちゃんは寝れました。グースカピ。なんでそんなの入ってるの？いい子だから。朝食までちょっと時間があるので、ちょっとね、散歩しに行きましょうか。ゆうべすごい降ったから、行ってみよう。森の朝だね。森の匂いがする。これもいい、すごいいい。ドッグラン。こっちもドッグラン。カヌー乗りたい。ねえ、ね、新島丸。足湯だ。よろい。雨で薄まったんじゃない？広い。ワンチャンスパっていうのも気になるね。ちょっとお高いお部屋かな。ドッグラン。ちょっとちょっと、これは絶対入りたいと思う、ハクちゃん。お花がさ咲いてる。ファジーなのにここを通らなきゃいけない。小型犬用ドッグラン。ポイポイカプセルがいっぱい。ミールの時間もやりたい。朝ごはんちょっと食べて。はバイキングがついてるから、ハクちゃんたちも一緒にバイキング食べます。うん、美味しかった。美味しかったね。はい、いい子でした。ピカリ。朝ごはん食べていきましょう。今じゃパンもあります。パパ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 パ
ワンちゃんのもあれがあったの。夜とラインナップがちょっと違う。これ美味しい。取り出しのお茶漬け。朝ごはんとして贅沢すぎます。ねえ、ワンちゃん用も一緒だと。このタケノコが福島って感じ。あー美味しい。お座り。ロンちゃん人のみだった。美味しかったね。美味しかったね。美味しくいただきました。ごちそうさまでした。キャンプだホイキャンプだホイキャンプだホイ。なんだ40代の人みんな知ってるよ。知ってる？知らないよね。はい、おじさんは朝ごはんの後に朝風呂に行きました。朝風呂に行きたいと思います。結構今回端っこの方だけど、お風呂までは 2,3 分歩けば着きます。さっきのレストラン。わんこわんこ、ここは足湯です。足湯。ちょっと一風呂浴びていきたいと思います。どうだった？ほぼ一人？チェックアウトしたいと思います。この後アクチビティに行くよ。じゃあ行きましょう。ありがとうございました。お世話になりました。カヌー、カヌー、カヌーかな。天気が大丈夫だと思ってた。ワンちゃんの勝負。カヌーに乗りました。おお、すごい。撮ってるよ。俺が撮られてる。そうだよ。すごい、ユーコン川みたい。ハクちゃん、ティン君のところに行きたいな。ハクちゃん待って。ごめんね。さっき言ったのドッグランのとこも行くよ。なんか楽しい。どうですか？遠い目をしてます。マクちゃん、ティン君に抱っこしたいんだよね。すごい。どう、ロンちゃん、うちらだけ楽しいの。幻想的でさ、素敵だけどね。マクちゃんはティン君のところに行きたくて、うずうず。楽しかったね。どうだった？チェックアウトです。お世話になりました。お世話になりました。
よかったね、安いし、ご飯が美味しかったね。お部屋がね、周りの音が気にならないからぐっすり寝てたし、2人とも。ほらね、評価も 4.6 とかになる。虫さんと混浴になるの、部屋のお風呂入ったけど。でも別に気にならないから。素晴らしかった。はい、ご視聴ありがとうございました。見ての通りポイポイカプセルから出てくるお家みたいな。7800円ぐらいかな。2人で1万5000円ぐらいだったので、2食付きで。しかもさ、ワンちゃん料金は無料ですね。食事も豪華でした。風呂もプールもありだった。アクティビティもまあまああったので。ドッグランも何か所もあって、湖の周り一周しただけだったけど、本当はもっと他にも超広大なエリアで、屋内ドッグランも行き忘れちゃって、そこだったら遊べたんだけど、1キロぐらいっつったかな。というわけで非常に満足でした。売店もリーズナブルでしたし、非常にいいお宿でございました。これが良かったと思う人はグッドボタンを押した上で予約してください。というわけで今回はエンゼルホテル那須白川の宿泊でした。ご視聴ありがとうございました。次回は那須動物王国、この様子をお届けしたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。バイバイ。